あっという間の2ヶ月の大変な稽古を乗り越えてみんなでやってきました。本当に今までの中で、一番たくさんのエンターテインメントの要素がある、この作品をみんなでこなしていくのには本当にたくさんの時間と努力、が必要でした。まあ、やっと今舞台装置も出来上がり、今ゲネプロまでこぎつけたという感じです。まだまだ全然全く安心していません。もうこの作品の大きさ、この作品の素晴らしさをなんとか日本のお客様に、伝えられるように、ドキドキしている状態であります。まだまだ努力して登っていこうと思っております。ぜひ劇場にいらしていただきたいと思います。よろしくお願いします。去年のまあ、我々の、地球ゴージャス25周年記念というのが、あったんですが、それは、まあ、わずか8回で、中止ということになりましたので、それ以来の舞台ということで、まあ、しかもいつものオリジナルではなく、ブロードウェイミュージカルということで、また違った緊張感の中、迎えております。本当に今回は最後まで、完走したいなと思っております。すごく今緊張しております。劇場でお待ちしております。よろしくお願いします。本当に初めて稽古をしてから長い道のりだなと思ってはいたんですけど、気づいたらもう初日が明日で、なんかあっという間に今日という日が来てしまって、不思議な感じです。こんなに月日が経つの早いんだなって感じるのは初めてで、でもいざこの劇場に入って、やっぱり初めての舞台なので、ああ本当に一番後ろの席まですごく遠いなとか、2階のお客様なんか私たちのことどういうふうに見えてるのかなとか、そういうのを考えながら今ゲネプロとかも昨日もやっていたんですけど、でも本当にこの会場の大きさに負けないように来ていただいたお客様にはたくさんの大きなパワーを皆さんにお届けできるように頑張りたいと思います。この舞台の稽古の初日に、まあ、地球ゴージャスが何を一番大事にしてるのかなっていうお話がありました。五郎さん、そして、まあ、寺さんの方から、俺たちはずっと仲間を大切にしてきたんだ、でやっぱりこの舞台でもやっぱり仲間を大切にしていきたい、今この壇上に登ってない仲間たち、そしてスタッフの皆さんで、こんな大変な中ここに来てくれる、まあ、お客さんでありますが、もう仲間たちみんなが参加できるみんなのプロムに参加してもらって、なんか一つになれたらなって思います。ぜひ皆さんいらしてください。エマとアリッサ、このお二人のこう、ね、恋の行方っていうものも一つあって、まあ、高校生たちの、多感な時期の思い、いろんな思いがあって、そのストーリーが一つ一本大きくあります。でもう一本は我々大人たちの話なんですが、まあ、ブロードウェイのちょっと仕事をなくした、もう初日に今日もう中止って言われたようなちょっと落ちこぼれの役者たちが、なんとか自分たちのこう名誉を取り戻そうともがいていくっていう、まあ、もう一本のストーリーがあるんですけども、これがこう合わさって、ストーリーが紡がれていくんですが、まあ、今回、まあ、先ほどもずっとありましたけども、まあ、ブロードウェイの歌ということで本当にレベルが高いので、本当それをもう我々なんとか、そのレベルにはいけないけど、なんかちょっとでもこう手が届くように頑張って、必死に頑張っております。そのもがいている様子がこのストーリーの中の大人たちがもがいている様子とダブったり、で皆さんも今ご家庭とかね、もう仕事場とかでこうやっぱりもがい、何かしらもがいていらっしゃる、このコロナのことで、やっぱりこう清々しく生きてるって方がなかなかいないこの世の中で、この3つのこうもがき苦しんでる人間たちがですね、こうやっぱり最後苦しんだ後のハッピーエンドを迎えるってことを、この我々もそのストーリー上の、キャストも我々本当の素の僕たちも、まあ、お客様も一緒に最後この苦しみを乗り越えたハッピーエンドに向かっていける、そんな作品だと思います。そして群舞なんかも本当にエネルギッシュでパワフルで、すごいです。見ていてなんかもう本当に力もらいますので、その辺もこれぞミュージカルっていう踊りも堪能していただけたらと思います。今回の作品で初めて
ご一緒させていただくんですけど、本当に初めてっていう感じがしなくて、うん、気づけばもうずっと楽屋ももちろん一緒で、稽古場でも席がずっと隣だったりとかして、なんか何するにも一緒について回ったりとかなんかコーヒー飲みに行くのも一緒に行ったりとか、なんかくっつき虫のようにずっと一緒に過ごしてたらなんか気づいたら本当2人がどんな時でも一緒にいることが当たり前になってきて、でもそれがこうエマとアリッサにとっても、この自分たちが私たちが愛し合っている関係性は私たちにとってはごく普通の当たり前のことなんだっていうのが、本当にリアルにしっかりと表現できる関係性になってきてるのかなと思うので、あのとても安心していますね。はい2019年に、ニューヨークブロードウェイで見た時ザ・プロム、見たんですけど、まあ、その時にたくさんいろんな作品もちろんありまして、素晴らしい作品いっぱいあったんですが、このプロムを見終わったお客様が劇場から出る時に本当にみんな楽しそうにいい笑顔で帰っていったのを覚えています。ああこういう笑顔に、させたいな、お客様をさせたいなっていう思いが通じて、今回この日本でザ・プロム、上演することができます。地球ゴージャスは結成した時から寺脇さんと、見たお客様の心を豊かに、言うなれば大きく出れば地球の人々の心をゴージャスにできる、そんなカンパニーになりたいなってつけたのが地球ゴージャスです。まさにこのザ・プロムという作品はお客様にそういう気持ちになっていただける作品だと思っています。でまたそういう作品になるように、我々まだまだこれから、たくさんの努力を毎日して、本番に臨みたいと思っています。そしてもう一つ、ブロードウェイにいるたくさんの、友人たち、公演ができなくなってしまった外国の友人たちのためにも、日本でアプロムが上演されたんだっていうことを、みんなに、勇気として渡したいなと、思っております。本当に難しい、劇場に来ることが難しくなっているお客様たちがいっぱいいるんですが、さっきマキちゃんが言った通り、なんか心と心が必ずお客様と通じることができるなと思っています。感染対策万全にしてお待ちしています。よろしくお願いします。